ああ、ピッチャー処理いい反応でした。ワンアウトです。見えるボールがありますからね。そのおっと、これは西のグラブの中、はい、望まれるのは取っています。危なかったですかね。もう取っている。そして一塁送球、これもダブルプレイ。そうね、ここはグラブが出てきました。ダブルプレイとなっています。鋭い打球もピッチャーライナー、ピッチャー返し、セスが取っている。なんとか近藤は戻っています。ダブルプレーとはなりませんでした。よく逆に近藤戻りました。戻りましたね。決勝し、はい、もうこのピッチャーライナー戸上よく掴んでいます。ワンアウトになりました。バッターとすると、まあ、なぜかタイミングが合うピッチャーってやっぱりいるんですよね、そういうところでまた選手もうまくタイミングが合ってるんでしょうね。バットの先、ピッチャー返しになりました。まあ、投手戦っていうのはあるんですけど、最近4試合ヒットがついて5割。おー、いい反応でした。スタンディッチピッチャーライナー、後の鍵になりそうですが、ナバーのピッチャーライナーよく取りました。塚原倒れ込みながら、もう何でしょう、本能で差し出したようなグラブに収まりました。取りに行ったかどうかも定かではありませんが、ちょっと倒れ込み方も危なかったので。いや、でもよく反応しましたよね。顔のあたりですからね。